さて、今朝はですね、この5時台、タンザニア、東アフリカと結んでいます。タンザニアといえばパン屋さんを営んでいるジャクソンさんですよね。今どうなったのか、もうおそらくラジオ機の方はですね、新しいこのパンのお店どうなったんだろう、設計図があったはずなのに全く違うパン屋を建てようとしている、そのね、建築家がいるっていう、それと立ち向かうジャクソンさん、どうなったんだっていう、あと季節はどうだった、どうなってるんでしょうかね。そのあたり聞いてみましょう。ジャクソンさん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ジャクソンさん、まず季節から行かせてください。もう聞きたいこといっぱいだから。東アフリカ、すいませんです。もうだって、いや、ラジオ機の方、嘘じゃないですよ。ラジオ機の方からジャクソンさんか今日はってね、いろいろ聞いてほしいっていうようなこの要望も来てるもんですからね。はい、東アフリカにこのタンザニアはあります。で、周り8カ国とこの国境を接し、あの国を接してて、で国土は日本の 2.5 倍、人口が5400万人、これ間違いないですね。はい、はい、そして、今、時差がですね6時間ですから、夜の11時3分です、はい、で前回3月15日にご登場いただいたかと思うんですけども、その時は30度ぐらいあるというふうにおっしゃってました。で、あとはそのタンザニア、雨季と乾季があるわけなんですが、この雨季と乾季で今はどちらですか？今は雨季に入っております。雨季に入りましたか。はい、はい、ってことは雨がかなり降る、降り続ける。そうですね、はい、はい、例年よりはやっぱりちょっと少ない気がしますけど、それでもやっぱ降ってます。少ないということは何かこう干ばつ系に、ね、なっていくっていう心配はないとは言えないわけですね。そうです ね、さて、気温なんですけれども、あの前回1ヶ月前は、はい、だいたい30度とおっしゃってました。はい、今何度くらいですか？はい、今もあまり変わらないぐらいはあって、雨が降っても28度ぐらいは設定でもあるかなってことは、雨が降るってことは蒸し暑いわけだから、この蒸し暑さが半端じゃないって感じですね。そうですね、もうちょっと降ってくれたら冷えるんでしょうけど、そこまでまだない。ってことは、あの日本に例えるとこの梅雨で、一雨降った、その雨上がりがムシッとする、ああいう感覚ですか？そうです ね、もう慣れました？タンザニアのその気候には。いや、慣れてきてはいるんですけど、やっぱりエアコンは必須ですよね。そうですよね、眠れないので。そうですよね、あの今日本もちょうどその時期というか、このところ暑いんで日中が、はい、夜も結構暑くてですね、でもエアコンつけると風邪ひくなと思って、はい、で外気入れてもどうなんだろうと思って、はい、昨日も私は寝汗をかいたという、はい、まあ、そんな、状況なんですが、さて、いろいろもうお聞きします。その雨季で、3月いっぱいでできるとされていたお店があります、パン屋さん、はい、まず1月いっぱいで最初できるって言われてましたよね。はい、よく覚えていてくださいました。いや、もちろんだ、みんな気にしてますから本当ですよ。そうでした、で1月いっぱい、はい、私も忘れかけていました。できるって言ったのが全然できなくて、はい、窓の場所も違ったりだとかね、はい、っていうところが3月いっぱいになった。どうなりました、はい、その後今月いっぱいに伸びました。4月いっぱい、ね、4月いっぱい、うん、はい、はいはい、まだあと3週間もあるんで、はい、まだまだ大丈夫。なんか考え方そちらに行ってません？考え方こうやっぱりタンザニア行こうの感覚に今行ってますよね、はい、だってもう1月いっぱいだったんですよ。でもやっぱりそれくらいじゃないと、タンザニアではカリカリしてたらもうそれこそストレスたまるぞってことなんですね。はい、はい、であの屋根はつきましたか？屋根つきましたよ。よかった。じゃあこの雨季も大丈夫ですね、はい、と思いきや、それが大丈夫でもなくてですね、やっぱりすごい量の雨が降るので、はい、重荷に耐えられなかったのか、それとも最初からちょっとつけ方が甘かったのか
すごい雨が降り込んできてしまいまして、はい、もう雨漏りっていうレベルじゃなく、もう下が水浸しになっていて、次の日、はい、上には屋根があるんですよ、水浸しになっていて、やり直しっていうことになってましたね。2週間ぐらい前だったかな。そうです。はい、あ、でもそこはやり直してもらえるんですね。やり直してもらいました、さすがに。で、じゃあその後雨が降ったらもう大丈夫になってましたか。はい、そうですね。でもその後そんなに降ってないんですよね、まだ。なのでまた、はい、降ったら落ちてくるかも。そうです。いや、落ちてくるんですか。はい、あ、屋根が落ちてくることもありますよ。はい。いや、そこ私が今住んでる 家も落ちてきました。去年。そうなるとどうするんですか。屋根落ちてきたら。落ちてくる。と空が見えます。いやいや、そう、ジャクソンさん、いや、それはそれで素敵です。すごく視界が今浮かんだんですけど、それでも、ね、みんなで上を見上げるしか。で、その後どうするんですか。その後は、やっぱり修理業者の方に来ていただいて、もう一回屋根を上からこうはめ直してもらうようにお願いしたんですけど、その時はちょうど連日雨が降るので、日中に、はい、降ってる間じゃやっぱりその工事ができないって言って、しばらく開けっぱなしでしたね。2、3日。で、その時に雨が降ってきたら、まあ、例えば日本だったらこのブルーシートっていうね、はい、ビニールシートみたいなの、なんとか応急処置をするわけですけど、はいはい、うん、そう、一応応急処置はしてもらいました。でもやっぱり降り込んでくるので、その時はもうバケツを下にいっぱいたらいとか置いて、そこに水が溜まるように、ちなみにジャクソンさんが今お住まいのところは持ち家というよりは借りてるわけですよね。はい、はい、借りてます。だったら、嫌だったら出ちゃえばいいってことですか。まあそうですけど、すぐにはそれは出られないですよね。いろいろありますね、タンザニアね。はい、でもこうやってこの笑顔でですね、ジャクソンさんが明るく語ってくれてますから、おそらく今ラジオ機の方も大変なことなんだけども、あ、やっぱりそのくらいの気持ちで行かなきゃダメだよなって、何かある意味こう励まされる感じがするんですよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日も一ついろいろとお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、おはようテラちゃん。今朝は東アフリカタンザニアと結んでいます。パン屋さんを営んでいるジャクソンさんにいろいろ話を聞いていきます。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。おはようテラちゃん。時刻5時15分です。おはようテラちゃん。今朝5時台は東アフリカタンザニアと結んでいます。タンザニア在住、パン屋さんを経営しているジャクソンさんです。ジャクソンさん、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ジャクソンさんがパン屋さんを経営しているこの大きな目的の一つにですね、これはもうずっとおはようテラちゃん、去年から聞いてくださっている方はご存知なんですが、この4月から新たにこのお聞きくださっている方のために、そのタンザニアでストリートボーイというですね、まあ、仕事がない、なかなか見つからないこの少年たちがいて、その少年たちにこの仕事を一緒にやっていこうというこの目的も兼ねて、ジャクソンさんはパン屋さんを営んでらっしゃるわけなんですよね。はい、はい、で、ジャクソンさん、今何人この従業員を抱えてるんですか。今4人だけです。4人ですね。はい、その4人は、はい、もう入って結構長いですか。そうですね、もうみんな長いです。あ、何年ぐらいですか。1人は最初からいるのでもう3年と、みんなも2年は経ってるかなと思います。あ、そうですか。はい、まあ、3年2年、まあ、それだけ長続き逆にするというふうに認識するとですね、ジャクソンさんのこの温かい見守り方とか、はい、あと仕事のこの楽しさとか、そういうのを覚えてきたんでしょうね。はい、どうですかね。そうだといいんですけど。このお姉さんといるとパン食えるからって、そういうわけじゃないでしょう。うん、あ、そっちの方が大きいと思いますね。そうですか。食いっぱぐれないしっていう感じだと思います。最近何かアクシデントみたいなものはありますか。従業員との最近はないですかね。
特にない気がします。ええ、あ、多分じゃあもう順調じゃないですか。忘れちゃってるのかも。いやいや、いやいや、もし忘れたとしてもそれくらいの、はい、まあね、あんまりこうたわいもないことなんでしょうね、はい、そうですね、はい、ええ、あの挨拶の仕方だとか売り方だとか、あとパンの作り方だとか、うん、はい、もうこれはだいぶ少年たちもどうに行ってきましたか。そうですね、ええ、日本語も覚えてくれたりしていて、ええ、結構やる気あるんですよ。英語も勉強したいって言ってくれたり。はい、あら、はい、やる気見せてますね。ねえ、はい、それは嬉しいです。ねえ、日本語はやっぱり大丈夫マイフレンドですか、最初に覚える。違いますか。これ違ったか。違いました。ええ、違います。何ですか。普通に最初はこんにちはから教えましたね。はは、ええ、こんにちは、うん、ええ、はい、ええ、ね、あのこちらお釣りですとか、はい、日本人の方が結構来てくださってたので、はい、あの接客の時に使う言葉を最初に教えました。こんにちは、あの、はい、いらっしゃいませとかそういう言葉ではないんですね、はい、こんにちはって感じで。そうですね、こんにちはで教えましたね。はい、あ、そうなんですね。いや、何か光景が浮かんで、やりがいがありますよね、はい、改めて。そうですね、ね、はい、あとはもう、はい、あとは新しい店が早くできないかなっていうね。はい、そうですね、はい、はい、そして、これもうラジオ機の方もご存知かと思いますが、ウクライナロシア問題で、この2つの国合わせてですね、小麦、これがだいたい世界の3割を担っていると言います。で、日本はさほど影響がない、あの輸入先が違うもんですから。でも小麦というと、はい、この東、東南アジアですとか、あとアフリカですよね、中東とか、そちらがこのウクライナロシアの小麦を主にこの輸入しているというところで、はい、また後ほどそのあたりも、はい、あの聞かせていただこうと考えております。さあ、それではですね、はい、ニュースピックアップ朝刊トップ5いきます。4月12日火曜日、今日の朝刊各紙から気になる見出し5つ紹介していきます。毎日新聞、今後2週間重大な戦い。ロシアの侵攻を受けるウクライナの大統領府の長官顧問は、地元メディアの取材に対し、ウクライナ東部で今後2週間にわたり戦争の次の段階の行方を決める重大な戦いが起こるとの見方を示しました。読売新聞、ロシア軍指揮系統強化。複数のアメリカメディアは、ロシアのプーチン大統領がウクライナ侵攻作戦を統括する総司令官に、中東シリアで無差別攻撃を指揮した将官を任命したと伝えました。民間人の犠牲がさらに増えるとの見方が強まっています。朝日新聞、フランス大統領選決選投票へ。フランス大統領選挙第1回投票が行われ、現職のマクロン大統領と極右政党ルペン氏が前回の選挙と同様、決勝の決選投票に進みました。ヨーロッパとの協調を訴えるマクロン氏に対して、ルペン氏、対ロシア制裁の強化に反対して自国第一を主張しています。日本経済新聞、日立週休3日で給与維持。日立製作所、給与を減らさずに週休3日にできる新しい勤務制度を導入します。働き方を柔軟に選択できるようにして、多様な人材を取り込み、従業員の意欲などを高めて生産性を引き上げます。サンケイスポーツ、メジャーがよだれ朗希。プロ野球ロッテの佐々木朗希投手が完全試合を達成してから一夜明けた昨日、少しずつ実感が湧いてきたと心境を明かしました。偉業はアメリカ国内にも伝わって、早くもメジャーリーグでのプレーを望む報道が一斉にされています。以上、朝刊トップ5でした。さて、タンザニアにいらっしゃいますパン屋営んでいるジャクソンさんにいろいろと話を聞いていきます。ジャクソンさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今の5つのこのトップ5ですね、長官のトップ5をお伝えしたんですが、気になるニュースってのはジャクソンさん、はい、ありましたか。気になるニュースはやっぱり野球の野球、おお、はい、あの佐々木朗希投手が完全試合28年ぶり達成、はい、え、
すごいなと思って、ええ、タンザニアからも勇気をいただきました。あ、野球好きなんですね。そんなになんですけど。そんなにですか。そんなに詳しくないんですけど、弟がずっとやっていたので、ビッグニュースだとこうチラチラってチェックしてみますね。はい、ああ、やはり弟さんが野球やってるとね、はい、それなりに関心はありますもんね。それなりに、はい。そしてこの佐々木朗希投手といえばですね、20歳ですよ、まだ20歳。ね、はい、すごいですね。そして、2011年にはですね、東日本大震災、陸前高田というところに私も何度も取材で行ってるんですけども、平坦な土地が多くてこの津波の被害も大きくてですね、お父さんとおばあちゃんが津波で命を失ったっていう、その悲しみの中でやはりこの地元もこの悲しみに一瞬包まれた。でそこでこの野球で自分が目立つことによってこの地元の人たちにも元気をプレゼントしたいっていう、こういう思いもあるようなんですけども、その佐々木投手にタンザニアのジャクソンさんも元気をもらったってことなんですね。はい。あとはジャクソンさん、タンザニアのニュースでいくと、前回お話し聞いた時には、その国内の政治の問題で野党の党首が収監されていたのが、解放されたというニュースがトップニュースに来ていると、おっしゃってましたけど、今トップはやはり、どんなニュースですか？連日ってわけではないんですけれども、このロシア、ウクライナ問題がそろそろとアフリカ大陸にもやってきたなという感じで、タンザニアではやっぱり燃料代が上がったりとか、あと小麦のも値上がりもありましたので、そういった影響があるよということで、ニュースでも取り上げられていますね。そうですか。あとはその、例えばウクライナにロシアが侵略している、し続けている、その、むごたらしいこの光景とか、そういったものもタンザニアのニュースではやはり流れるんですか？そうですね、流れてます。そうですか。ちょっと一応確認ですけれども、その避難民受け入れ云々なんていうのは、タンザニアはちょっと距離もあるし、これはそうですね、はい、はい、どちらかというとタンザニアはロシア側についてはいないんですけれども、国連の決議の時も棄権をした国の一国だったので、あんまりそのサポートする方ではないかなというふうに見えます。このジャクソンさんが実際にお住まいになって、ロシアとの結びつきというのはやっぱり大きいところは感じますか？いや、そこまで感じたことはないんですけど、アフリカの他の国は直接的にこうロシアからこう軍事的にサポートしてたりっていうところもあるんですけど、タンザニアはそういう点ではないので、あんまり感じたことはなかったので、あ、そうなんだってこう改めて感じた感じはありますね。そうですか、はいはい。さてそんな中ですね、ウクライナ情勢で国際社会の協力を日本が主導する TICAD、これ TICAD と書きますが、アフリカ開発会議の閣僚会合がですね、先月27日閉幕しました。で、日本とアフリカ各国、ウクライナ情勢への懸念とともに国際社会が協力して対応していく必要があるというこの認識を共有しました。で、 TICAD はアフリカ開発会議を英語にした東京インターナショナルというですね、こういうこの頭文字を取ったものなんですけども、アフリカの開発をテーマとする国際会議です。ジャクソンさん、このTICADは、タンザニアでも注目されましたか？はい、ちょっと申し上げにくいんですが、そんなに注目はされてなかったですね。報道されてるのは見なかったです。そういう生の声がぜひ聞きたいんです。ということはですね、TICAD、日本ではね、これその、主体となっているわけで、このニュースとはなりましたけれども、とそのアフリカで先ほどもお話出ました、その今回のロシアによるウクライナ侵略に対して、先ほどタンザニアも棄権したというくらいですから、明確に非難する国というのが多くないんですね。そうですね、その理由というのは、これ改めて何でしょう？
やっぱり先ほども申した通り、軍事的に支援されている国がいくつかあるっていうのと、まあ現在はサポートまだロシアからされていないけれども、国内で何かクーデターなり、予期せぬ不測の事態が起きた時に、ロシアからのサポートを受ける可能性を消したくないっていう、なんかちょっとこう未来のことを考えて、その選択肢を守っておきたいっていうような国が、やっぱりロシア側に、ついてるではないですけど、やっぱり棄権などすることで、暗にこう、そのような立場を明示しないようにしてるっていうような感じだと思います。いや、これその立場としてですね、少しは理解できるのは、そのアフリカ各国からしてみると、何かその軍事的だとか、そういった時に経済的にもそうだ、困った時に何かを少しでもしてくれる国はありがたいですものね。そうですよね。だから、じゃあ日本は何かしてくれるんですかっていう、そういうことですものね、実際には。そういうふうに考えてると思いますね。あと一方でもう一つ気になるのは、これご存知の範囲で結構なんですが、中国ってね、今どのくらい食い込んできてるとかありますか？何か感じかる。なり行く、食い込んそうででる。すね、どのぐらい、かなり食い込んできているんですけれども、と数字的なところであんまりちょっと裏が取れてないのであれなんですけど、最近中国、こちらにお住まいの中国の方とお話ししていて、今減って、かなり中国人が減って5万人はいるって言っていたんですよね。で、今、タンザニアにいる在住日本人の方って多分200人切っていて、で、その点中国5万人の方がいて、で、3年前とか、前の前大統領がちょっと外国人締め出しの政策を行っていたので、それでもう半分以上中国人帰ったと中国の方はよく言っていて、昔私が聞いた時は8万人はいるって言っていたので、そうでしたか。もう全然数の面でも圧倒的にやっぱ中国の人は、こっちに出てきて働いてる方も多いですし、やっぱ政治の面でも、中国の、政府と対談をしたとかいうことだとトップニュースになるんですけど、やっぱりプロティカットのようなものは取り上げてすらもらえないっていうところにも表れているのかなと思います。で、この8月にはですね、ティカットの首脳会談、これが行われるわけなんですけれども、これもまだ8月ですからニュースにもなってないですもんね。そうですね。8月になって、じゃあ注目を集めるかどうかっていったところもありますね。そうですね。ちょっとそこは注視してみあておときは、たいと思います。ジャクソンさんがこのパン屋さんを営んでいる、そこに日本人がよく買いに来ると先ほどおっしゃってましたけども、そうすると数的にその中国の人も多いわけで、中国の人も買いに来るんですか？いいえ、全くです。そうでしたちょっか。と全くはちょっと言い過ぎですね。数名中国の方で確かに買ってくださってる方はいるんですけれども、あんまりですね、中国の方は本当にずっと3食中華料理を食べますよね。そうか。もうなんか食生活が私の違うおから。友達の中国の方見てると本当3食ずっと中華料理だなって思います。3食中華料理か。とお客さんはその日本人、あとは、ヨーロッパ系の方ですか？そうですね。と、やっぱアジアの方が多いですね、今。そうですか。ちなみに今何種類のパンをお作りでしたっけ？今はもうめちゃくちゃ減らして、1本で食パンだけしかやっていないです。新しいお店ができたら、また増やします。日本のパン屋さんみたいな感じにしたいなと思っているのということで。は、何か具材を入れたパンなんかも作ろうという計画があるんですね。ジャクソンさん、また後ほどお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。時刻5時31分です。おはよう、テラちゃん。時刻5時38分です。おはようテラちゃん。今朝この5時台は、東アフリカタンザニアと結んでいます。タンザニア在住でパン屋さんを営んでいるジャクソンさんです。ジャクソンさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。タンザニアのみならずアフリカのさまざまなニュースをツイッターで発信しているジャクソンさんですが、今回ですねコンゴの男性が三つ子と結婚したというニュースが話題になっているということなんですね。三つ子と結婚というのはこれどういう意味なのか、ジャクソンさん、コンゴは一夫多妻制なんでしょうか。はい、調べたところ一夫多妻制本当は違法らしいですね。ただこれまで罰されたっていう事例がないらしくて、この教会が勝手に認定しているというかっていうことだそうです。はい、だからですから、はい、もっと簡単に言うと、ある男性、今後のある男性がその三つ子の女性3人と同時に結婚をしたってことですよね。はい、そうです。これそうすると男性は初めからこの三つ子3人とお付き合いをしていたってことなんですかね。そうじゃないらしくて、初めは3人のうちの1人の女性とインターネットのマッチングアプリか何かを通じて出会って、で、その方と交際をしていたらしいんですけれども、どうやらその方が三つ子だということをずっと知らされていなかったらしくて、はい、この男性側は知らずにずっとこう替え玉でデートをされていたらしいんですね。でも入れ替わってるなんてずっと気づかずに、プロポーズの時に急にこう3人同じ顔の人が自分の目の前に現れて、なんだなんだってなったっていうそんなってことはこの男性むしろ被害者みたいな感じなんですかね。そうですよね、コメディみたいですよね。そうですね。でもこの男性がすごいのは、その時に怒らずに、僕も気づかなかったし、それぞれ3人その時に好きだと思ってでその時間を過ごしていたから、僕はその3人それぞれ好きだっていうことなので、1人を選ぶことはできないし、みんなで結婚しようっていうことに結論したそうです。ってことはその今度女性側のその3人の人たちもその1人のこの今後の男性を好きになったってことなんですね。でそうだそうですよ。インタビューで答えてたのは、幼い頃からずっとあらゆるものをシェアしてきたので、何ら問題はないと。そういうものですかね。むしろ離れて暮らす方が寂しいので、これがもうすごい一番のハッピーエンドだっていうふうに言っていました。素朴なこの、ね、気持ちとしては嫉妬とかないんですかね、これね。ねえ、もうちょっと私、の理解の範囲を超えているのでわからないですけど、特に恋愛だったらこのなんていうか私だけの人でいてみたいな気持ちに なるような気もするんですけどもね。でもタンザニアにも、いますので。タンザニアを三つ子と結婚した人がいる。あ、そういうんじゃなくて三つ子ではないですけど、そうですね、イスラム教の方たちがいるので、タンザニアは一夫多妻制が合法なんですよ。4人までめとることができるので、そういう方たちはいらっしゃいますけど、みんな嫉妬はないって言いますよね。なんかもう協力して、みんなで大家族っていう感じというふうに聞いたことがあります。確かに、だから昔からそういう形だったらそれが普通なんですもんね。そうですよね。また勉強させていただきました。私もうてっきり、もうねほら一夫一夫制じゃないですか日本は。昔はちょっと違った時もありましたけどね、だけども、正妻一人でその他みたいなね時代によってはあったわけでしょ。だけれども、一夫一夫制になってからはそういうもんだと思ったけど、そうだ、日本に当てはめちゃいけない、っていうこともあるんですね、これね。そうですね。私もマサイの方に第三夫人として、来てほしいって言われたことありますよ。それはどんなお気持ちでしたか、ジャクソンさん。いや、牛50頭でって言われたので、50頭じゃ少ないだろうって言って断りました。そしたら、いや、じゃあ75頭でどうですかって今来なかったですか。最終的に200頭だったらいいよって言ったら、それはやっぱり無理だって真剣に断られました。でもそれぐらい真剣にってことは真剣に思ってたってことなんでしょうね、きっとね。ダメだったかっていう、自分のそのねキャパを超えていたっていう、今でもその男性は、未練を、未練たらたらかもしれませんけどね。でもそういうことないと思いますね。ないです。あるんですね。そうですか。さて、ジャクソンさん、ジャクソンさんには以前ですね、アフリカでデジタル決済のインフラ、これがですね急速に発展しているというお
話も何度かしていただいたんですけど、その後、はい、ジャクソンさん、アフリカ仮想通貨の普及ってどうなってますか？仮想通貨の普及は、私の周りではあんまり聞かないので、ニュースから仕入れた情報なんですけど、この前見たニュースだと、この香港が拠点の仮想通貨取引所で、はい、クーコインというところがあるそうなんですけど、そこの最新レポートだと2021年に 2500%、はい、アフリカ地域全体で急増したっていうことで、そんなに増えてるんだと驚きました。そうですね、増えてますね、はい、あとタンザニアでは魚の消費量を引き上げるという計画があると聞いたんですけども、これはどういう理由なんでしょう？はいはい、なんか一人当たりの年間の魚の消費量が、タンザニアは、今のところ 8.5 キロぐらいということなんだそうなんですが、世界的には20.5 はあるっていうことで、はい、それと比べるとタンザニアはかなり少ないので、それをもうちょっと上げていこうという計画みたいですね。でも世界平均に劣ってるからって、別に食べたくもないお魚食べなくてもいいと思うんですけど、はい、そういう問題じゃないんですか？そうですね、海に面していて、かなり魚種も豊富なのに、こんなに資源が豊富なのに全然生かしきれてないっていうので、もうちょっと生かせるようにっていうことだというみたいですね。せっかく魚を盛り上げて取れるのに、はい、なんで食べないんだということなんですね。はい、ということは、一方ではタンザニアの人ってのはお肉よく食べるわけですか？食べますね。はい、一番牛肉が消費されていて、その次がヤギ、はあ、で次に羊が来て、最後に豚です。そうですか。でも私今鳥言ってないですね。言ってませんよ。鳥も入ってくるな。でもどこかに鳥は多分牛肉の次かな。あ、なるほど。のはずですね。牛肉、鳥で、ヤギ、羊、豚。今ラジオ聞きの方でおそらく、はい、ヤギそんな上来るっていうことでしょうね。うんうん、そうですね、結構お祝い事のたびにヤギは出てきますね。そうなんですね。ちなみにヤギのお肉ってどんな味がするんですか？ちょっと羊に近い気がしますね。ちょっと臭みがあるというか、苦手な方は苦手かもしれないですね。そうですか。突然で恐縮です。タンザニアの主食っていうと、これは何になりますかね？主食は米とうまりですね。米、はい、米、はい、米食べます。米はどういう感じでいただくんですか？米は、普通に白米を炊いて、はい、おかずと一緒に食べるんですけど、炊くときに、日本人はお湯水だけで炊くじゃないですか、はい、じゃなくて油、食用油を、はい、結構ドボドボドボっと入れて、はい、一緒に炊きますね。なんでちょっとこう油ぎっしゅというか。そうですか。でも硬さだなんだは、はい、日本のお米とほぼ一緒ですか、炊き上がりは？そうですね、はい、かなり美味しいです。そうです。日本人が、慣れたお米にかなり近いと思います。そうですか。それをスプーンかなんかでいただく、こちらの方は手で食べますけれども、最近はスプーンもよく置いてありますね、レストランに行くと。そうですか。いや、ちょっと今、はい、ジャクソンさんのお話聞いて、パンももちろんなんですけども、そのお米も食べてみたいですね。はい、ぜひ。はい、さあ、それではここからはですね、ジャクソンさんに伺うテーマ、こちらにします。ロシアのウクライナ侵攻がタンザニアの食料事情に及ぼす影響。まあ、今のお米だ、もう一つ何でしたっけ、お米の他が。うがりですね。うがり、はい、うがりっていうのは、トウモロコシの粉をお湯で溶いて練ったものです。そうですか。白いお餅みたいな感じですかね。はい、そのうがりの方がこのロシアとウクライナの影響ありますね。はい、トウモロコシもこのウクライナとロシアで世界の2割を、はい、生産しているということで、このあたりが影響している、恐れがあります。はい、でこのロシアのウクライナ侵略が、世界的な食糧危機を招く恐れが強まっています。ウクライナとロシア、世界有数の穀倉地で、2つの国で小麦、トウモロコシ、あとひまわり油ですよね、これはもうこの2つの国で5割以上を生産しているということです。世界のこの穀物輸出の3分の1以上を占めています。
で主に中東、北アフリカなどの途上国が輸入していて、世界最大の小麦輸入国であるエジプト、ここは8割以上このウクライナ、ロシアに依存しているとも言います。でタンザニアもウクライナ、ロシアから小麦を先ほど輸入しているとジャクソンさんおっしゃいましたね。はい、はい、だから値段も上がってきていると。はい、で 1.4 倍でしたっけ、小麦の価格が1年で。そうですね、でその小麦の不足ってのは日本でも報じられているんですけれども、もう一回聞きます、はい、ジャクソンさんのパン屋さんの経営にはこの値段、はい、価格としてもうすでに影響が出てるってことですね。はい、はい、出てます、はい、これどのくらいのダメージっていうふうに捉えればいいですか。そうですね、 1.4 倍上がっているんですが、それがちゃんと反映はちょっとした方がいいんですけど、まだできてないので、その分がちょっと影響していますね。そうですか。これ反映できないのはどういう理由ですか。はい、やっぱり他のベーカリーが上げてくれたらいいんですけど、そんなにうちが上げようとしてるほどまだ上げていなくって、なんでその値段でやっていけてるんだってこうに横目でこうじとっと見ているような感じなんですけれども、はい、ということはやはり、味はもちろんなんですけれども、ある程度値段で横並びにしておかないと、はいはい、そうですね、売れない。はい、そうですか、はい、ちょっと今後は上げるかもしれないですが、いやいやいや、ね、それは日本でもそうやってね、もう我慢、もうね、我慢の限界超えてるという、そういったものはもう値上げで、はい、値上げし始めるともう上がってきますもんね、これね。それで給料も上がっていけばこれはいいんですけどもね、なかなかそこが、はい、何か小麦のこの高騰に対してタンザニア政府というのは対策は講じてますか。3月末にですね、タンザニア政府はこの小麦製品の、この価格高騰の影響が、もう及んできているので、それをできるだけ緩和するために小麦の輸入業者との、協議を始めましたということで、はい、ニュースにはなっていたんですけれども、それは3月末で、その後続報はないですね。そうですか、はい、ということは具体的にどんな策を取るなんていうのはまだ分かってないですか。そうですね、なんかそのニュースの中では、別の輸入先を見つける方がいいだろうみたいなことは書いてはあったんですけど、実際には分からないですね。これだってこのまず侵略が長引くっていうのが長引きそうだっていうのが第一点ですし、そのウクライナの国土の7割が農地で、でこの 農作業もできない、あと収穫済みの作物も、道路も壊された、港もこのね機能してない、輸出もできない、あとロシアからの燃料とか肥料もままならないという、こういう状況ですからね。はい、はい、でロシアはロシアで輸出もできないという状況になってますから、はい、なかなか難しい、このそうですね、深刻ですね。そうですよね。これ、はい、ジャクソンさんは政府の対策何か期待するところありますか。いや正直あんまりそんなに変わるのかなって思ってますね。そうですね。あとはその従業員4人いらっしゃると先ほどお聞きしましたけれども、この小麦の高騰に関してはやっぱり心配してます。はい、はい、そうですね、世界情勢とかはあんまりこう気にしてないような感じはありますけど、やっぱりこう小麦の値段が上がってるっていうのはもう伝えてあるので、それでパンの値段も上がって大丈夫かなっていうふうに思っていると思いますね。君たち のお手当はこうなるんだよとか、そういう話までするんですか。はい、いやそこは変わらないので。はい、いい経営者ですね。いやギリギリでやっております。はい、あとはそのロシアによるウクライナ侵略きっかけにですね、先ほどもお伝えした通り小麦、トウモロコシ、ひまわりオイル、さまざまなものの値段が上がると言われてます。その他にもですね、エネルギー、これが燃料ですね、これが高くなっていくわけですから、いろんなものが上がっていくかと思います。他の物価っていうのは、このタンザニアではジャクソンさん何か気づかれたところってありますか。小麦以外だとやっぱり今おっしゃっていただいたガソリンですね、ガソリン、灯油がもう上がっているので、
そこが、ですね、タンザニアは3月の末に政府が、この高騰を受けて、ガソリン、灯油に関しては、それに課されている税金をですね、まあ、100シルなんですけど、1リットルあたり100シルを、一時的に3ヶ月間は、停止するというふうに発表しています。税金を停止する。はい。これ、100シルってのは日本円にするといくらぐらいなんでしょう？100シルは、5円ですね。5円ですか。5円ぐらい。はい。日本円にすると1リットルあたりガソリンってタンザニアではどのくらいですか？今で155円ぐらいです。55円ですね。まあ、もちろんその物価も違いますからね、はい、日本とは。そうですね、まあ、今安いところだと日本ですと160円台、高いところだと180円台、うん、まあ、1リットルですね、まあ、こういう、はい、あのことになってますけども、あのどうでしょう、はい、周りの人たち、その物価、特にこのガソリンなんかが上がってて、もうこの先大変だよっていうような、はい、その会話の中にも入ってきてますか？そうですね、やっぱり私はよくウーバーで、はい、タクシーの運転手の方とお話しすることが多いんですけど、はい、聞くとやっぱり上がってうわーって言ってますね。これ続くのかなって、まあね、その5円とか、その政府が税金を取らないっていう3ヶ月ですか、はい、まあ、これがだからその3ヶ月からまた延長になるのかどうか、このあたりも。そうですね、はい、切実ですよね。はい、まあ、タンザニアはあんまりそこまでなんですけど、隣国のケニアが2週間前から、ガソリンスタンドからなくなってしまったと言って、長蛇の列で大変なことに現在進行形でなってるみたいですね。それに比べるとタンザニアは値上がりしただけなので。ケニアはガソリン自体がもう枯渇した、はい、ところによっては。そうですね、日本でトイレットペーパーがスーパーマーケットからなくなるのと同じ現象みたいなんですけど、なくなる、もうあと2日でなくなるみたいだっていう噂が、はい、まあ、こうわっと一斉に広がったので、それでまあ買い占めに走ってみんながガソリンスタンドに並んで、そして実際になくなってしまったそうです。そうですか、そういうことがあるんです、はい、お隣のケニアではね、はい、今朝はタンザニアと結んでパン屋さんを営んでいるジャクソンさんにいろいろ話を聞きました。ジャクソンさん、次回ご登場の時にはもう新しいお店できてるといいですね。はい、一緒に願っています。屋根もしっかりしてね。はい、はい、今朝もどうもありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。